え、めっちゃ踊るんですけど。すげえ、ドアップ。いや、アップになりすぎでしょ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい。QR コードを読み取る。ほい、ティナちゃん。クール系、第一印象クール。特徴、控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている。もじもじ型、我慢強いタイプ。自分より他人を大切にし、争い事は避ける。でも我慢しすぎると爆発することも。普段おとなしい人が怒ったら怖いっていうやつやね。もじもじ型か。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。入る。お？さっきハートマークあったよね。あ、ほらほらほら。誰だ？お、シンくん。入るよ、入るよ。さあ、どうした？誰なんだ？なんでもないです。ほっといてください。ほっときません。実は僕、アイスも、シュリカも好きなんです。どっちに告白すればいいでしょうか？今、多分どっちも相手いなかったと思うんだけど。え、いないよね。でもどっちっていうのはあれだから、もう少しちょっと考えてみようか。ね。もう少し考えて、一人に絞れた時に報告してきて。たっちゃんとは、近づかれるの関係も楽しいです。なぜ？どうしたの？なんかそんな距離を置かねばいかんような感じなの？モカタン入るよ。何やってるの？なんか準備運動かなんか？こんにちは。こんにちは。たっちゃんと友達になりたいです。お、いいやんいいやん。ついさっき話題に出たばかりの。おい、紹介するよ。どうやろう。やっぱり、礼儀正しく話す。ほら、なっちゃん一応、結婚しとるけんね。やっぱりそういうところは大人なんじゃないかなと。お、来た来た。てか、こういう部屋いつも思うんやけどさ、ドアノブはないの？どういう状態なの、扉。外からしか開かない仕組みなの？お、よかったよかった。友達になれたね。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回新しく来た、ティナちゃん行こう。入るよ。お、この部屋あれじゃない？なっちゃんがもともと住んどった部屋こんなんやったよね。移動する部屋。耐え忍ぶタイプ。なんか、あれかな？平安時代ぐらいの女の人みたいな。マジで？一月くらい一人で過ごしても？どうなんやろ。でも一人暮らしってなったらそんなもんなんかな。そういうことじゃないんか。誰とも話さんってこと？いや、無理だわ。無理だ。私はそんなに強くない。ちょっとお腹空いてそうやけん。って言ってもさっきなんか、部屋の中にハンバーガーらしきものがあったけどね。何食べる？じゃあハンバーガーつながりでフライドポテトでも。あれ、ハンバーガーじゃないんかな？わからん。なんか違うような気がしてきた。なんか誰かの帽子まであるやん。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？お、いいねいいね。遊ぼ。共通点クイズ。二人の見えの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？最近異常にわからなくなってきた共通点クイズ。第一問。第一問、ててん。あー、多分違う。いいえ。二文字と三文字じゃないかな。ね。次へ。
第二問、ててん。あやとりるは空腹である。空腹である。私、一応今日はまだ会ってないから。おお、自分らで食べたとかでもないんやね。最終問題。ててん。え、どうやろ。はいかな。多分、癒し、なごみ系やったよね。オッケー。やったね。おめでとう。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。おめでとう、ありがとうってなんかちょっと一人でジョイマンみたいな感じになっとったけど。じゃあ、中くらいの。お、お宝ゲームボーイをもらいました。やったね。ほい、そして夜市。私の大好きな夜市だ。運試しするよ。シンくんはどう？しない？めーっちゃ素通りしてく。ほい、福袋を買いました。一つ目の中身は？お、服、スタジャンが入っていました。いいやん。めっちゃかっこいいやん。二つ目の中身は？お宝、スノードームが入っていました。スノードーム。三つ目の中身は？お、服、アンサンブルが入っていました。いいね。やっぱ服テンション上がるね。おーい、ありがとう。そして、公園に誰かいらっしゃる。お、ルキアくん。散歩中かな。てか、ここの公園ってさ、何もない公園？遊具とか置いてないんや。あれかな、やっぱり。遊具は危険だから、置かないでくださいっていう、あの類の公園っすか。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回も新しくこの島に住みたいという方が来てくださったので、また QR コードを読み取っていきたいと思います。それじゃあ QR コードを読み取る。ほい、ルカちゃん。ドライ系、第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる。バリバリ型、厳しいリーダーなタイプ。これだ、と思うことに全力で取り組む。理想と現実のギャップに悩むことも。まあね、理想は現実、ん？現実は理想通りにはいかんけんね。逆やった。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。じゃあ早速、今回新しく来てくれたルカちゃん。あ、すごい、何？図書室に住んどるみたいな感じなんかな。いいね、こういう家。ルカでございます。典型的な姉御肌だそうです。典型的な姉御肌。いいね、みんなを引っ張ってってよ。いつまでも悩んでいるのは、はっきり言って、時間の無駄です。なんか言うことがすごくかっこいいんだけど、なよなよするなということだね。じゃあちょっとお腹空いとるみたいやけん。とりあえず、唐辛子とか食べたらどうなるんやろ。見るからに辛そうな赤唐辛子、触った手で目をこすると涙が止まらない。いやー、それはちょっと。チラシ寿司にしようね。はい。新しくここに住んだ記念。記念？ほいほい。すごく美味しかったようです。おー、よかった。お腹いっぱいやね。お、なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。ここは？お、ココちゃん、ウッキウキやね。入るよ。さあ、誰とお友達になるの、今回は。おはようございます。おはようございます。もう、セガキングと別れたいんです。マジかよ。ウキウキしながらそんなことを考えていたの？考え直して。もう一度話し合ってきます。うん。やっぱり前回の喧嘩が響いとんかな。どうするの、二人。話し合った結果は？いや、恐ろしいんだけど。なんでそんな暗い部屋で。お、キング。お返事を。こちらこそ、お願いします。よかった。まだ修復可能だったわ。めっちゃ安心したよ。うまくいきました。よかった。もう一度、やり直してみようと思います。うん。いろんなことを話し合ってね。なになに？
お、実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。以前から、シーンは他の友達とは違うと感じてました。やっぱり何かしら違うもんよね。親友っていうのは、その他大勢の友達とは。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけん。何食べよっか。じゃ、とんかつ、ほい、どうぞ。いただきます。糖の吸収を抑えるためにはキャベツからよ。ああ、ダメだった。あんまり美味しくなかった。マジか。とんかつ大好きだけどな。でもお腹だけは太ったね。そしてまたしても、各地に散らばっている皆さんを。誰だ？みゆちゃんとゆかちゃんかな。ん？あれ？いや、誰も乗ってないね。メリーゴーランドには誰も乗ってないか。一瞬誰か人が乗っとるように見えた。ほい、そして喫茶店は？怖いよ。怖いよ。ね、あのさ、いつもさ、窓の外から覗き寄るのは一体なんだ？何をしたいんだ？謎だ。お、なんかちょっと絵になるね。黄昏とんかな？悩み事？そして何かしらザッ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 って音が聞こえるのがものすごい気になるんだけど。誰か近づいてきてる？いや、いないな。てか、足跡やんだし。足音。ほい、それじゃあ、朝一覗いてこようか。お、生ハム。いいね、いいね。ガイタンくん、ちょっと買ってあげてよ。買う、買う。普通のお店高いんだね。普通のお店より全然安くて345円。まあ、買うよ。なんかよく生ハムメロンとかあるけどさ。私食べたことないけんわからんねやけど美味しいんかな。最近そういう甘いものと塩辛いものの組み合わせみたいな多いよね。ほい、それじゃあミニュース見てこう。ほいほい、お願いします。マイカーブーム。おー、今ビーちゃんマイカー購入したん。かっこいいね。島中を駆け巡りたい。いや、きっとおるさ。はい。ほいほい、ありがとう。マイカーか。やっぱり買えるだけのお金があるんなら買いたいってなるよね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回も、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、ってことで QR コードを読み取る。ほい、濃いめさん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。ん？和み系まったり型っていうのは、私と全く一緒じゃないのか？多分。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。そろそろ埋まるかな、マンション。いや、あとまだ2列ほどあるんか。ほい、それじゃあ今回新しく来た濃いめさん、入るよ。シンプルなお部屋だね。濃いめです。マイペースですが、やや心配性な男です。マイペースですが、やや心配性。どういう感じなんかな。よくわからんけど。セミが鳴き始めるといよいよ夏本番ですね。よね。なんかセミの鳴き声を聞いただけでちょっとなんか体感温度以上に暑いような気がしてしまう。ほい、それじゃあちょっとお腹空いとるみたいやけん、何かしら食べよう。納豆とか好きかな。熱々ご飯にかけると美味しい。私も納豆は結構好きなんやけど。どうぞどうぞ。
でもなんか、ね、小さい頃とか給食で納豆出ても残しよる人とか結構おったよね。お、まあまあ美味しかった。よかった、苦手じゃないね。ゆまぴーちゃんとなんかめっちゃ楽しそう。めっちゃ動きシンクロしとったね。こんにちは。こんにちは。ポケちゃんに恋人がいたら、と思うのですが。お、マジか、恋人紹介か。どう思いますか？あやかちゃん？いいと思うよ。うん。それでは、二人を合わせてみます。お相手もまだいないからね。どうやろうね。この二人が話しよるとこってそんな見たことないけんね。どんな感じかよくわからんねやけど。でもまあ今回のきっかけに仲良くなったら、ね、全然いいと思う。なんか、こういうデートの回でうまくいかんかっても後々くっつくことがあるっていうことは前に紹介じゃないわ。証明されたけんね。でもなんか楽しそうに笑いよるけどね。二人とも。ほらほらほら。めっちゃじっくり見よるけど。さあどうだ二人は。こちらこそありがとう。普通にお礼言って終わる感じな気がするね。ああ、やっぱり。まあ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 、これから何かしらあるさ、動きが。まずは友達から始めるようです。お、よかったやん。うまくいかなかったわけではないんやね。友達から始める。アスムがなんか超ルンルンなんですけど、何があった？どうした？どうもです。どうもです。ユニコーンとは、すごく仲がいい恋人だと思っているのですが、うん、仲いいと思うよ。てか、しょっちゅう一緒におるよね。まあ、付き合っとるけんあれなんやけど。相性バッチリ。そうそう。だからまた、プロポーズのことを考えてもいいと思うよ。暑くて食欲がありません。夏バテでしょうか。食欲なくってもなんか取らんといかんけんね。とりあえずゼリーとかさ、梅干しとか。なんかその辺の夏バテに効くようなものを取った方がいいんじゃないかな。あ、あとなんか、ナッツ系はなんか夏バテにいいって聞いたよ。おい、それじゃなんか食べるか。でも多少なんか食べとるみたいやけん。おやつ程度でいいかな。おい、スイカ。あげるよ。いただきます。私はちなみにナッツ系では、カシューナッツかマカダミアナッツが好きだね。聞いてないよね。まあまあ美味しかった。よかったよかった。せっかくだから、遊びませんか？お、遊ぶか。遊ぼう、遊ぼう。食べ物、お宝、モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。モザイククイズ、第1問。ででん。これは何でしょう？ゼリー。多分。なんとなく。ゼリーでした。おし。みかんゼリーやね、きっと。第2問。私は果肉が入ってるやつが好きよ。これは何でしょう？第2問。トリュフだ。答えは？なんとなく。トリュフって臭くない？私あんま好きじゃないんやけど。最終問題。最終問題。ててん。これは何でしょう？ん？何それ？え？チューリップ。答えは？私パッと頭の中で水筒って思ったんやけど全然違うよね。やった、全問正解。最後のは怪しかったけど。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ、一番でかいやつ。お、お宝スーパースコープをもらいました。お、ありがとう。なんかすげえ。夜市。覗きに行ってみよう。お客さん、運試ししてみない？お、ぜひぜひ。みゆちゃんは買ってあげないのね。てか、こういう屋台、みんな誰も買わないの？福袋買うよ。おし、今回は一つ目。食べ物、ドリアンが入っていました。ドリアン。ドリアン食べたことないよね。臭いって言うやんか。でも味美味しいって聞くけん、なんか興味はあるんやけど。ほい、二つ目。お宝、アロマキャンドルが入っていました。おー、女子力。でも最近こういうの好きな男の子も多いんやろ。三つ目。お宝折り鶴が入っていました。折り鶴。折り鶴ね。最後に折ったのって小学生の時な気がする。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も新しくこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。ほいほい、ゆかぽんさん、ノリ系第一印象気さく、特徴直感&勢い重視、大雑把、楽観的、徹しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。なんか見た目的にはすごいクールビューティーなお姉様な感じやけどね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お、ハートが。たっちゃん、誰すか誰すか、相手は。ちょっとだけ、めっちゃ気になる。そっとはしません。実は俺、ゆかも、犬も好きなんです。どっちに告白すればいいでしょうか。どっちもか。ゆかちゃんとみゆちゃんやろ。あれ、でもみゆちゃんって。あ、そっか、みゆちゃん大丈夫か。ゆかちゃんも大丈夫だな。んってことは、もうちょっと考えてみよう。もう少し考えてみます。ね、もうちょっと考えて、自分で相手を見極めた方がきっといいと思うよ。今日が楽しければ、それでいい。そう思いませんか？でもほら、将来のことも考えていった方がきっといいはず。でも今日が楽しければそれがいいが、毎日積み重なれば、まあ、結果的にいいんだろうか。ほい、それじゃあ、ご飯は食べとるみたいやけん。おやつでも食べようか。あ、飲み物でもいいね。カプチーノありすぎやろ。飲む？ほい。どうぞどうぞ。いただきます。ほいほい。お、結構美味しかったようです。ん？なんか普通に食事よりもカプチーノの方がお腹の増え方？お腹の超え方？が多いような気がするけど。ほい、それじゃあ今回新しく増えた、ゆかぽんさん、あ、すごい。ね。人魚っぽい服やなって思いよったけど、海の中に住んでる。すげえすげえ、人魚姫や。かわいい。ゆかぽんです。一緒にいると楽しい女だそうです。一緒にいると楽しい女。どうやったら一緒におって楽しくなってくれるんかが知りたいね。見た目で判断することもあります。まあ、人は見かけじゃないとは言うけれど、でも、9割見た目で判断されるらしいけんね。9割やったっけ？そんなに多かった？7割やったっけ？自信がなくなった。ほい、それじゃあ、ご飯食べとこっか。お腹空いてるみたい。ということで、食パン。ほい。食パンにね、マーガリンを塗って、砂糖をかけたやつも美味しいんよ。ジャムだけじゃなく。結構そういうのさ、市販品でもあるよね。で、ここってさ、周り、水なんかな？なんか、水の中におる風なんかな？水の中やったら息できんよね。お、キング。キング、キング。誰とお電話中？こんにちは。こんにちは。あれだね、キングは恋人も親友もなんか髪色が明るいね。エナッチと友達になりたいです。お、エナッチ、いいやんいいやん、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？どんな感じやろうね。聞き手に回るかな。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、行ってらっしゃい。エナッチのこのアルプスの少女感がすげえ好きなんだけど。でも頭にはハイビスカスがついとるっていうね。さあ、どうだ。お、よかったよかった。お友達。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これからも仲良くね。ほいほい、なに？お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。
ほいほいお願い。世界最大のレバー。レバーというのは？そのレバーね。こう、レバーを倒すとかのレバーじゃないのね。どういう目標？どういう目標？嬉しいのか？マジか。でも食材には困らんなるんかな。サイズがあるやけん。ほい、それじゃあ、ゆずちゃん。おしゃれ番長？なになに？なんかオレンジレンジの曲を思い出すんだけど。どうもです。どうもです。お、いいやん。てか、その帽子かぶり直したんやね。紹介するよ、愛花ちゃん。どんな感じかな？褒めてあげよう。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、いってらっしゃい。やっぱ帽子あった方が優雅さが増すよね。お、来た来た。さあ、どうだ？なんかあれはね、髪の毛もよ。髪の毛もスカートも水色で、周りがピンクっていうのなんかすごい新鮮な感じが。お、うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。てかお腹空いてない？なんか食べる？これにこれもあげます。お、なんだなんだ。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。なんでもうまくいくって思っちゃいます。でも自己暗示は大事。なんでもうまくいく。ポジティブシンキング。いいね。きっと明るい未来が待ってる気がする。ホワイトホール、白い明日が待ってるぜ。っていうのが今一瞬思い浮かんだけど。なんかさ、この格好でおせんべいってあんま食べなさそう。あえてあげてみる。好きかな？優雅にケーキとかそんな感じやんな。え、なになになに？怖い怖い怖い。めっちゃ踊るんですけど。すげえ、ドアップ。いや、アップになりすぎでしょ。大好物だった、マジで。マジで超意外やん。え、今の大好物であれって超大好物どうなるの？めっちゃびっくりしたんですけど。衝撃だったわ。衝撃すぎたわ、ちょっと。それじゃあ、猫レンタル券。さあ、猫ちゃんを買って。あ、ごめん。落としたよ。なるほどね。見た目と中身のギャップ激しいな。おせんべいが好きそうに見えないよ。お、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。やったね。10日交換じゃなくない？大丈夫？ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回も新しくこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。レイコちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。いいね、いいね。海賊の格好、かっこいいわ。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お、今日もお友達マークが。ん？ハットさんが怒っている。怒っている。ユニポンちゃんも怒ってるね。一瞬怒ってないんかと思った。じゃあとりあえずそっとしておいて。そっとしておいて。はい、今回新しく来たレイコちゃん。入るよ。あの帽子どういう感じになっとんやろ。レイコです。意外としっかりした女だねって言われます。おー、なんか。でもなんかね、意外とってついたらなんか、素直に褒められとんかどうかよくわからんくなってくるよね。私よくあるんやけど。
ライブのためにこっそり一人で練習しています。ライブ？ライブ活動してるの？え、何担当やろ？ギターとか？え、でもプレゼントしていない。ほい、それじゃあまあいろいろと大変そうだからね。スタミナをつけよう、スタミナを。スタミナって何でつくんやっけ？石焼きビビンバとかでつくかな。ほい、どうぞ。いただきます。ほいほい。お、まあまあ美味しかったようです。お腹はほぼ満腹やんね、もう。そしてさあ、私の大好きな夜市だ。今回も挑むよ。お客さん、運試ししてみない？します。お客さん、めっちゃ見よる、めっちゃ見よる。こんばんはって挨拶した途端にしかとかーい。じゃあ運試しします。私の運はきっといいはず。毎度あり。ほい、一つ目の中身は食べ物、クレープが入っていました。いいやんいいやん、ニュー。美味しそうやな。やっぱ定番よね、チョコバナナ。二つ目は、お、ショートダッフルコートが入っていました。ダッフルコートとか超かわいいやん。いいやんいいやん。私的にはロング丈の方が好きだけどな。あ、でも男の子にはこっちの方がいいかな。三つ目は、え、かわいい。お宝、ガラス細工が入っていました。あるね、こういうの。また来てね。こういうのプレゼントしてプロポーズっていいんじゃない？でもあれ、いつも思うけど、喋り方よね。何々をあげるから付き合ってください。え？って感じやん。あ、プロポーズじゃないわ、告白やわ。ほい、それじゃあミニュース見てこう。ほいほい、お願いします。豆腐の生産5倍に。マジか、5倍。うわ、すげえ勢いだな。毎年7月、さっぱりするけん。でも豆腐ってさ、豆腐売り場見よったらなんかめっちゃいろんな種類あるよね。面白いなっていつも思うんやけど。てか、なんか最近何でもいろんなものがあるよね。ジーンとしたのか。なんか何にでも専門店があるし、何にでも専門家がおるし、何でもなんかいろんな種類あるやん。そういうの見よったらすごい面白い。醤油とか見よっても、塩とか見よっても面白いし。アイパミュちゃん、お友達募集か。1週間ぶりくらいですか？お久しぶり。アズナのそっくりさん、クラ君と友達になりたいです。お、いいねいいね、クラ君紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？クラ君どう、面白い話がいいんじゃないかな。アドバイスありがとうございます。ちっちゃい子って感じやし、なんか。では見た目的にね。ほら、忍者の格好をして張り切って待ってるから。忍者とお姫様か、なんか素敵やね。なんか素敵やね。お、なんかもう早速面白そうにしてるやん。お、おー、よかったよかった。ちょっと一瞬ダメかなと思った。うまくいきました。よかったよかった。おかげで友達になれました。いえいえ。お礼にこれをあげます。お、なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、モカタン行こう。入るよ。なになに、なんか書きよった？こんにちは。こんにちは。この部屋モコモコしとっていいよね、なんか。あ、ごめん、めっちゃドアップになった。そんなに見つめないでください。うわ、照れた、かわいい。あ、こうやってドアップになったらさ、なんか、あ、服についとるの花なんやな、とかよくわかるね。今、何でもいいから食べたい気分です。お、マジか。お腹すいたのね。じゃあ、ちょっとデザート食べよっか。あ、ねえ、ドリアンどんな感じか食べてみてや。匂いが強烈らしいけどさ。でも味おいしいって話題やし。どんな感じか教えていただきたい。おいしいの？
お、すごく美味しかったんや。いいね、いいね。お、しかも1位に躍り出たよ。レベルアップまでしたし。美味しいんや。なんか、人生で1回ぐらい食べてみたいよね。じゃあちょっとこの部屋、シャボン玉。この部屋って言っても部屋の中で専科シャボン玉。へい。おお、ごめん。部屋の中でシャボン玉なんかされたらベッタベタになりそうよね。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。でもこの部屋の中で飛ばしたらなんかすごい幻想的な感じになりそうなことない？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。